おはようございます。今回ね、ちょっとご相談があって、重量ザックでここのね、引きがね、どうしてもしにくいっていうのがあったんです。で、今のザック、やっぱりね、どうしてもベルト幅が細いものを使ってられるので意外と引きにくい。で、例えばこれ今グレゴリーの去年からのモデルで、こういう風にやっぱりベルト細いんです。で、去年のモデルはね、去年からのモデルはここは一応ループになってるので、ここね、端の線、末端がね、ループになってるので細引きを入れたら一応引っ張るようなことができるんです。で、でもこれがね、ないとね、多分ね、例えばこう引きたい時に引きにくい、それから手袋してたら多分滑っていくとかって言って、比較的やっぱ引きにくいので、こういう処理をされるのも一つ。それから、この一昨年のモデルまでがこういうもう立ち切りって言っても何にもない、輪っかがないんですよ、塗ってあるだけで。これになるとつけようがないんです。で、ちょっとね、やっぱうちもいろんなことをやるんですけど、こういうね、こんなことをやってみました。で、わかります？ここね、引きやすいようにコードストッパーとゴムで引っ張るようにしました。こうすることによって手のかかりがあるのでとても使いやすいと思います。で、よいしょ、ちょっと背負ってください。よいしょ。で、サポートの意味がね、本当に分かってられないというか、もう一遍説明します。で、フレームザックで背面長があって、フレームが正しい、体型に合ったザックを担いでられたら、この微調整はとても大切なんです。で、なるべくトップ位置を上げた状態で、はい、こっち持ってすいません。で、ヒップを固定してチェストを止めて、で、決まりました。で、ただこっからのこの調整、肩に寄せてくる、逃がす、引っ張る、緩める。で、ここチェストの引っ張る緩める、で、ショルダーの引っ張る緩める、これをかな、腰がちゃんと決まったということは、この微調整ができるから、これを決めるんです。だからフレームが合う、背面長が合うっていうための意味はそこにあります。で、それなのにこれをね、例えばよくやってはるのが、何にもしないでこの状態。これ明らかに荷物がこちらへ逃げてるので、重みは重くなります。で、逆にこれ適当にこう締めすぎたら、ほら、もう肩浮くでしょ。これ全然ほら、重みかかった時には、この辺がすごく痛くなるんです。ですから、ちょうどここを少し緩めたり、それから引っ張ったり、そのためにはこれってすごく大切なことなので、それのためにこれを、こういう引き手を作りました。で、すべてのモデルがね、そうではなくて、すいません。で、ミステリーアンチなんかは、少しまあ引きやすいような状態にも作ってあります。でもこれでも多分ね、手袋してると滑ったりすると思うんです。で、ここにさっきお話した細引きをつけたりとか、いろんなことができるので、いっぺん やってみてください。で、実際ちゃんと使ってある人すごく少ないので、ちゃんといっぺん使ってみてください。そしたらこれの確実な位置っていうのは多分出てくると思うので、持ってきてもらったらね、どう処理したらいいかは説明させてもらうし、少しずつ作業させてもらいますんで、ザックを持ってご相談に来てください。お待ちしております。